デスモンド・デショーン・フィギンズは、アメリカ合衆国ジョージア州、リアリー出身の元プロ野球選手。1997年に、ドラフト4巡目で、コロラドロッキーズから指名を受け、プロ入りした。この年ルーキーリーグ54試合に出場し、リーグ最多の63塁打、リーグ3位の30盗塁を記録した。2007年9月22日2001年7月13日に、 キメラバーティーとのトレードでアナハイムエンゼルスへ移籍し、プロ6年目となる2002年 3A のソルトレイクビーズで125試合に出場し、打率305球団新記録となる183塁打と39盗塁を記録した。その後、8月25日にメジャーデビューを果たした。この年はメジャーで15試合に出場。ワールドシリーズではダイソーとして出場し、 メジャー1年目でワールドチャンピオンの一員となった。2003年、3A とメジャーの昇格と降格を繰り返し、メジャーで71試合に出場し、打率296、13盗塁を記録し、3A では球団史上歴代2位となるシーズン15三塁打を記録した。2004年初めて1年を通してプレーをした。 5月14日のオリオールズ戦では6打数5、アンダ6打点を記録し、2回には、球団史上バックロジャース以来となる、メジャー初本塁打が、満塁本塁打となった。延長10回には、決勝打を放ち、チームの勝利に貢献。8月10日に、シーズン14三塁打ち目を放ち、球団シーズン最多三塁打を更新し、この年、リーグ2位の17三塁打を記録した。 盗塁では、カール・クルフォード、イチローに次ぐ、リーグ3位の34盗塁を記録した。レッドソックスとのディビジョンシリーズでは14打数でに、安打の成績で、チームも敗退した。2005年はこの年のメジャー最多、球団史上、ミッキー・リバースが1975年に記録した、70盗塁に次ぐ62盗塁を記録し、球団史上初のシーズン100得点50盗塁を達成した。 10月1日のレンジャーズ戦で2アンダーを放ち、ジョニー・レイのスイッチヒッターとしての9団シーズンアンダー記録184を更新し、最終的に186まで記録を伸ばした。2006年開幕前に3連総額1050万ドルで契約延長した。この年、タンパベイデビル・レイズのカール・クロフォードに次ぐリーグ2位の52盗塁を記録した。9月16日サイクルアンダを 9月29日にランニングホームランを達成した。球団史上初めて同じ年にサイクルアンダとランニングホームランを達成した。右手の骨折によりで遅れ、2007年シーズン初出場は4月30日。5月30日時点で打率は133だったが、それ以降の打率はメジャー1位となる。 381を記録。6月には115打数53安打で、ダリン・アースタッドが2000年4月に記録した、球団月間最多安打記録48本を更新した。7月15日に、自己最多タイの1試合3盗塁を決め、ゲイリー・ペティスの球団通算盗塁記録187を更新した。最終的に、自己最高、リーグ6位となる打率。 三百三十を記録。打率が上昇したのはゴロを打つバッティングに徹するようになり、快速が生きるようになったためである。二千九年はオールスターに初めて選出され、リーグ最多の百一1球を記録。出塁率は自己最高の三百九十五を記録した。三塁一種としての守備も高数値を残して攻守にわたって活躍し、ルーハーでは七点七を記録するなど、 キャリアハイのシーズンとなった。11月6日に FA となった。2009年12月8日にシアトルマリナーズと4年、総額3600万ドルの契約で合意。2010年は二類種として出場。主に2番で一郎と1.2番コンビを組み、チームの打線の起爆剤として期待されたが、開幕から調子が上がらず、前半戦を打率。209で折り返すなど、 期待外れのパフォーマンスに終わった。最終的に9月下旬に固め打ちして、打率を259、出塁率を340まで上げ、42盗塁、リーグトップの17ギガを記録した。2011年は三塁子として出場。しかしスランプに陥り、打率は2割を切り、長所の出塁率も241に終わった。 2012年は主に左翼手として出場。エリック・ウェッジ監督の提言により、一郎が3番に移動、代わりにフィギンズが1番に入った。前年までのスランプから再起をかけたシーズンだったが、スランプから脱することができず、2年連続で打率1割台に終わった。一番脱者として、一郎の代役を務められず、批判を集める結果となり、5月4日に、 監督のアナウンスにより控えに降格。その後は出場機会がほとんどなく、最終的に打率181、出塁率262という成績となった。契約は翌年も残っていたが、フィギンズは心的疲労をストレスからマリナーズから脱出したいと思うに至っている。オフの11月20日に40人枠から外され戦力外になった。 2013年分の年俸800万ドルの契約が残っており、フィギンズにはこの全額がマリナーズから支払われる。2013年2月8日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結んだが、そのおよそ1ヶ月後に解雇された。2014年1月24日にロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。3月16日にドジャースとメジャー契約を結び、 オーストラリアでの開幕戦に同行した。開幕後は、代打として9試合に出場したが、6打数1安打と結果を残せず、4月21日に、トリプル A 級アルバカーキアイソトープスへ降格。5月2日に昇格し、29試合に出場していたが、6月14日に、左の大体4頭筋を痛め15日間の故障者リスト入りし、8月6日に、リーフとなった。 8月13日に解雇された。2014年にドジャースを解雇されて、以降はどこのチームにも所属せず、2016年3月20日に引退を公式に表明した。また、エンゼルスと引退のための追突契約を結ぶことを明らかにした。うとう量だのユーティリティープレイヤー。内野手登録になっていたが、外野手として出場することも多かった。2006年と2012年は、 内野手よりも外野手として出場した試合数の方が多かった。ありがとうございます。